ホテルに降りようとしてますね。よし、行け行け行け。あんた誰ですか、お金返してください、お金返してください。話しましょう。あんた誰ですか、話しましょう。話してください。話をしてください。警察呼んでください。弁護士呼んでください。話してください。はいはい、どうぞ。とりあえず話しましょう。宮崎さんですか。宮崎さん、話しましょう。だいぶ迷惑かかりますよ、ホテルにも。落ちましたよ、なんか落ちましたよ、これ。お金返してくださいよ。35億持ってるの知ってるんですよ。とりあえずホテルにも迷惑かかりますよね。話をしてください。どこ行くんですか。話をしてください。とりあえず警察呼んでください。早く話しましょう。ホテルの人が呼びましたので。はい、とりあえず話しましょうよ。ちょっと何か言ったらいいんじゃないですか。じゃあそこ座りましょう。とりあえず座りましょう。そこ座りましょう。座って話しましょう。早く。会社からもらった18億どうしたんだよお前。本当によ。おい、あなた名前なんて言うんですか。あなた名前誰ですか。名前何て言うんですか。あなたは名前も言えないですか。宮崎さん、名前言えないですか。え、なんで PJ から。共犯ですか、共犯ですか。あなたもな、共犯ですね。二人共犯でよろしいねんね。詐欺の共犯でよろしいねんね。宮崎さん、僕があの YouTube の動画作ってる田中です。共犯でよろしい。かくまうやなった共犯やな。あなたそれよろしいねんね。ねえ、 PGA の毎週月曜日もらってたあのお金なんなんすか。なんなんすかあれ。おい、1円ももらってないって言ってましたよね。ただの通訳じゃねえのかよお前よ。お前10月25日のデュークティーのお前動画出てさ、おいお前なんで笑ってんだよお前。おい、こんだけ被害出てんのによな、なんで笑えんのお前、あの状況で。おい、あ、すいません、今あのホテルの方も連絡していただいたんですが、ちょっとパレスホテルでですねトラブルに巻き込まれてまして。高山君にまずごめんなさいがねえのかよお前。おい、こんな案件持ってきてよ、自分で分かってるからだろ、はい、なあ。ごめんなさい、住所今分からないので。まずそっからだろお前、はい、ロビーにここが矢面になっての分かってんだからよお前。はい、そうです。なあ、はい、あ、ジェフリーでお前らそこでおい手組んでさ、やったんだろ、はい、こんなことやっちゃいました、すいませんからスタートじゃないの、話し合い的に。なんで逃げ回ってんの。あ、ちょっと今ごめんなさい、今話そうよ、マジで。弁護士ですか。あなた弁護士ですか。犯罪者かくまう人がいます。あ、共犯か。どんどん人呼ぼうよ、うん、ね、共犯だっけ。何千人来るのか知らないけど、ジビリエースも ね PJ だけじゃないからね。宮崎さん、僕らと話した方が早いって、本当に。全部オープンチャットにも流しちゃった。今場所どこにいるかも流しちゃった。宮崎さん、どうしてくれるんですか。僕殺されかけたんですよ、ヤクザに。分かってるんですか。佐藤さんね、佐藤さんも何回も電話してる。